さあ、岩屋観音へ続く道、はい、まず早速木の橋を渡り、横は川が流れてます。うわ、やっぱりぬちゃぬちゃしてる地面が。いや、だいぶぬかるんでるね、うん、ウニ密漁ダメだよって書いてますね。ウニ、ほんとだ。こう、ホタテ、そう、ホタテ。え、なんかこれ雨じゃないもんね。今からホタテが通りますよ。あれ、ちょっと看板が壊れてるよ。壊れてますよ。それ4年もあったらね、壊しますよ。全部観音になりますね。そうですね。岩観音。あんなに立派なために岩観音。岩観音になっちゃった。重いな。カバンが重いな。ちょっとカバン重いわ。重いんだよ。重いんだよ。カバンが。これ持っていくのが大変でしょ。大変でしょ。大変だと思わない。そんなも何を物入れてるんですか。名刺とかたくさん入れてるからですよ。誰が渡してるんですか、ノートの名刺を。違うわ、フライナスですよ、俺は。こっちも危ないですよ、右側気をつけてくださいね。杖いります。杖持ったらさ、手が開かないんだよ、いよいよ。いや、これはもう、ねえ、奥さん。奥さん。大丈夫ですか、ホタテさん。奥さん、これは大変だよ。ホタテさん。いやー、ここ来たときは最初ね、なんで登ってんだろうと思いましたよね。下がるためなのに、登ってるよ、俺が、みたいなね。言ってたね。言ってましたよ。今から人が通りましょう。これは多分でも前からじゃないですか。そうね、えぐられてます。今からホタテが通りますよ。これホタテって下り入ってんのかな。さっきの収録どうなんでしょうね。どうやってんのかな。意味わかんないよね、この人ホタテって言ってるって何のかな。いや、それをあなたがスイッチ入れてたか切ってたか分かんないんで。音声入ってたか分かんねや。それはもうあなたのさじ加減です。うわっ、ブーンっていった、ブーンって。ああ、ほらブーンっていったけど、なんかよくわからなくて。だからあれっすよ、俺前だから、やっぱり前もあの岩屋観音から戻ってきてからだったんですよ。三つ橋たちが来たのは。行け行け、ハチ三つ橋ハチ。すでに靴がびちょびちょです。小ボロですからね。靴がびちょびちょです。下って下って、そして登る、相変わらず謎の道です。だから結局これ本当に下がってんすかっていう道になるんですよ、結局ね。なんかでもさ、やっぱり安心度があるよね、広さもね。広さもそうだし、あの急さがないですもん、やっぱりね。ただここも後半結構来たよね。だから最後の方は危ないですよ、だからあのくぐり抜けたとこね、はい、あそこ危ないですから気をつけてください。俺腰痛いの治っちゃったよ。やった、食療法。あんなに痛くて歩けなかったのに。食療法。あったね、こういうのもね。そうですね。行け行け、ハチ三つ橋ハチ。歌は余裕があるもんね。飛べ飛べハチ三つ橋ハチ。ちょっと待った。二輪草です。誰が帰ってくれたんですかね。二輪草咲いてはいないよね、花。そうですね、白いの咲くもんね。
あ、これ、これかな。あ、結構咲いてるとこ見ましたね、これも。うん。やっぱリゾートですね。リゾートの音はしますけどね。登るな。なんでしょうね、温めてくると登るなこれ。すごい登るんすよ。海あっちですよ、右ですよ、右。なんかね、海から遠ざかるんだよね。そうですね、一旦登るんすよこれ。下がりに来たんすよねっていう話してましたもん。言ってたね。いや久しぶりに登るなこれ。あ、登山だよこれ。帰り危ねえな。前回帰りって記憶にないんだけど。いやなんか今回みたいに濡れてないんで大丈夫だったんですよ。そっか。あーこれ危ねえ。今後ろ振り返ったんですけどこれ帰り危ないっすよ。危ねえな、うん、しかもロープないっすからね。なんか身は危ない。海本さんの格言だね。はい、はジャラジャラジャン。ノースアイランドって長くやってるとだんだん和風になってきたね。そのうちやっぱりあれじゃあの三つおっていうあるみたいに相田三つお先生みたいになるんじゃないの。そうっす、最終的にはね。海本さんもどこまで登るんだよ。まだ登るよ。だが遠ざかってるもんね、岩屋観音が。あ、すごい天気良くなってきた。帰りたい。うわ、登るなこれ。これ帰り。しみるねじゃなくて登るねってチャラララン演歌の登り道チャラララン登るねいてああああ登ったね。下り危ない。あ、ロープ出てきました。あ、来ました、ロープ道。そして狭くなってきました。このぐらいです。まだ、ね、さっきよりね、さっきに比べてやっぱ広いんだね。おお、なんだこれ。危ない。ふらふらしてきた。体力 不足には、きついですね。この道はね。はぁ、あ、はぁ、あ。ねえ、うん、うん、あ、これあったね。これなんかこの辺確かなんか焚き火してる跡があったよね。どこありましたね。熊よけの焚き火みたいな跡が。はい、はい、ヘイ、ヘイ、ヘイ、ユー、ハイユー、滑るよ。あ、でも広いね、やっぱり。いや、こっちの方がやっぱり全然いいっすね。全然広いよ。だから、あのもうあそこに危険度しか感じなかったっすもんね。さっき、危ない危ない危ない。気をつけて。さっきだからね、ストロングレインとか言ってるから雨強くなったんだよ。ダメだよ、あんなこと言ったら。道の広さも角度もこっちの。あ、全然違うよ、はい、なんか前より広くない。いや、多分さっきの行ったからそう。そうかい、はい、前こうだった。だってこの辺ロープなかった。ありました。ないよ、ロープ取られたんじゃないですか。いや、だけど緩くなったってことじゃない。いや、ただ単にロープなくなったってことだけじゃないですか。本当？はい、いや、角度とかだって変わってないですもん。同じ。こんなもんですよ。こんなもんか。はい、あれにワーキャー言ってたんだ。そうそうそう、さっきの言ったからだな。そうそうそう。だって全然こっちの比べて違いましたもん、やっぱり。こっちがやっぱり。今から人が通りますよ。はい。You。はい。You。ストロングライン。
プリーズ。はい。余裕があるもんね。だってもう少しではあれじゃない？いや、まだまだか、うん、なんかもう少しであのウィンウォーズさんの、うん、ダンバーズマンの叫びスポットじゃないの？全然まだまだ先か。あれ本当最後なんで。そっか、うん、そうだよね、川が見えたもんね。皆さん距離はありますからね。皆さんノースアイランドですよ。ノースアイランド500回記念ですよ。わ、4年ぶりですよ。口の中に雲が。4年ぶりですよ。へえ、へえ、へえ、ただこの道僕はあんまり記憶にないんですけどね。ないよね、この道はあんまり記憶にないですね。危ない、ないよね、はい、あれこんなとこ通った、ないよね、はい、道間違った、いや、ないっす、ないっす。あ、あ、べちゃって言ったいました。ちょっと気をつけましょうね。チャプチャプ言ってますね。気をつけましょうね。いつどこでグニュっていくか分かんないんで、うん、晴れて今青空が出てきました。うわ、どうしました、抜かるんだ。めっちゃめっちゃ足半分ぐらい行きました。ぬかるむな、ぬかるむな、ぬくる、ぬ、ぬく、ぬか、ぬかむるな高校の効果でございました。勝ちました、ふざけるな高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を斉唱し、校旗の掲揚を行います。全然全然全然ふざけるな、ちゃ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 、ふざけるな、ちゃ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 、ふざけるな、ふざけるな、ちゃ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 、ふざけるな、ちゃ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 、やめろボケ、ちゃ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 、ロープ出てきました。そして天気が随分と良くなってきて、青空というか太陽が顔出してきて、ロープが細くなったなおい。こっからかな、本番というか。そうですね、こっからですね、こっからだね。あー、思い出した思い出した、あったね、はい、さあ油断せずに行きたいんですが、お、これがいよいよ来たな。よいしょ、おっとっとっと。ちょっと待って、おーし、おー、ちょっと待って、やばい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 、ぬかるんでるよ。いけるかな。あ、危なかった今。大丈夫だよ。危なかった。さあ、さすがにこの辺はぬかるみ始めてきました。おっと、お、なんか落ちてきた。石、ぬかるんでますからね。石落ちてきたよ。負けないぞこの野郎。よし、ロープがね、こっちのロープは大丈夫だろう。左側崖です。よいしょ。そしてあの石なんですけど、苔がね生えてるんでね、そこも滑ります。チャラ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 
ちゃ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 走ってこなくていいから走ってこなくていいから迫り来る恐怖それはね4年前で十分皆さん分かってくれないと思うけど一回滑ったら止まらないんですよ危なかったっすもんね危なかったさっき一瞬自分でバカだからねジャンプしちゃってさそんなことしたら余計危険だろっていういや危なかったさっきのぬかるみはやっぱり帰り気をつけないとね、はい、あれは確かにロープないとあそこやばいっすわねえさあだいぶ近づいてきました心海岸ぬかるみぬかじゃ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 見えましたっていうか水多くないですかだいぶ来てますね満ちてますよねでも前もそうかあれでも道やっぱ違いませんかなえ、なんかでもこの景色あった気はするんだよねほら景色あったけどこれ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 この景色の前にこれ景色の前に、うん、崖みたいなのありませんでしたなんか崖の間からあったあった望める場所ありましたよねあったかもだから道変わってますよやっぱりこのなんかもう崖の間から望むとこないですよねあ、ないですないですそうだそうだ言われてみれば道変わってますよこれ言われてみればだってこっからこの上覗いてなかったっすもんあ、近い近い近い確かに終わってあの時より近い向こうの上だよね、はい、こういう景色はね崖と崖の間から見てたのってだよね道変わってません変わってる気がするこんな近くなかった気がするはい、小幌海岸ですあーここ滑るよる大丈夫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 さっき実はちょっと危なかったんですよ皆さん一瞬ちょっと皆さん必死になりましたよあここだ断末魔のお叫びそうですやっぱり道変わってますね道変わるのかなやっぱりその時その時で変わったんすねあー危ないよこれぬかるんでるよこれあーこれこれダメだよこれこれダメだよこれクッションみたいにもうふにゃふにゃだよふにゃふにゃだよおお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 ダンマツマダンマツマここだよよくここ走ってきたよよくこれ来たな走ってこれすげえ怖えだからここが一番危なかった危ないってだからここが一番危なかったあの時も言ったけど危ないってえというところでというところでもうこれちょっと待ってこれマジでマジで何してたのこれうわー怖っうわー怖いこれ走ってたんだ俺ら走ってました俺走ったよねこれ走ってました俺も走りましたもん着きましたあ痛いゆうだんするなというわけで一度動画切ります。